星野かなでは日本のグラビアモデル、レースクイーン。神奈川県出身。スリーライズ所属。愛称は欲しい、ホッシー。科大卒業後に歯科衛生士の資格を取得。歯科で働きながら知り合いの勧めでサーキットに行くようになる。レースクイーンサイン会とファンミーティングによく通っており、偶然関係者がレースクイーンデビューを進めて仕事を始めたが、当初は、 撮影会モデルの仕事が多かった。2017年1月の東京オートサロンで、野瀬ひとみと共に T ・デマンドブースのモデルを務めた後、同年のスーパー GT ・ RQS トリプレッツの一員となり、レースクイーン活動を開始する。翌2018年のスーパー GT では、アータ・ギャルズとして活動。それまでのアータは、オレンジを基調としたコスチュームだったが、 この年からは黒を基調としたスポーティーなコスチュームに変更され、レースクイーンからサーキットアテンダントとして進化を遂げるようになった。2019年1月12日に東京オートサロン内で発表された日本レースクイーン大賞2018では特別賞を受賞。この年はスーパー g t t ダッシュエンジェルとスーパーフォーミュラ横浜プロモーショナルモデルズを兼任。 映画ワイルドスピードスーパーコンボのプロモーションガールにあたる y ピーガールとしての活動もあった。2020年1月11日に東京オートサロン内で発表された日本レースクイーン大賞2019では2年連続となる特別賞を受賞。それから5ヶ月後の同年6月26日に行われたステラ・ミュージックドライブの公開収録において 結婚するとともに第一子を妊娠していることを明かした。同年10月、第一子となる女児を出産。2021年6月11日から13日に行われた全日本ラリー選手権、モントル2021に、ウェルパインモータースポーツのコントローラーとして参加。産後初の自動車レース協力となった。趣味はアクセサリー作り、ゲーム、ゴルフ、アニメ鑑賞。 特技は、葉のクリーニング。この日のレースでは、T、ダッシュエンジェルで共働きしたアリス・ミサクラが、チームネンクのレースクイーンを務めていた。他メンバー、清瀬町、宮本里夫、森脇やシ共演、大塚あゆみ、中村久井、広川エレナ、南誠、杉本かよと共演。共演、藤宮あかり、安藤舞、鈴木ひとみ、赤江里夫、北川明里奈。 黒崎真由、立花桃江、桜田里奈、ありがとうございます。